長い間お休みになってたけど、ついに再会されるんだな。あ、はい、楽しみですね。それじゃあ、行くか。学校。久しぶりにトリコちゃんに会えると思うとドキドキだぜ。うわー、教室もなくトリコちゃん久しぶり、いや会いたかったよ。あと見てよ、トリコちゃんに言われて漢字の勉強頑張ってたらさ、俺っちの漢字が日知になったんだよ。日知って書いて日知なんだよ。ほら見てよ、マブダチの日知だよ。漢字パーすげーってなったよ。え、漢字？日知？何のこと？見てって、私にはあなたしか見えてないのだけど。え、トリコちゃん、それって愛の告白？いや違うか、もしかして日知が見えてるのって俺っちだけ？ちょっと混乱してきたな。よし、一旦状況を整理しよう。まず最初に世界中から漢字がなくなっていく事件のことや漢字パワーのことを俺っちに教えてくれたトリコちゃんが、今は漢字のことどころかニッチーのことすらも忘れてしまってる状況みたいだ。これは俺っちが影響を受けてなかったからあんまり意識してなかったけど、あの事件の影響がどんどん広がってるってことなのかな。そもそもなんでトリファーさんだけ影響を受けてないんですか。それはもちろん俺っちが天才いや、漢字が完全に消えちゃう前に一生懸命漢字を勉強してたからとかじゃねえかな。でもそれなら事件にいち早く気づいたトリコちゃんも勉強はしてたでしょうし、漢字の勉強を頑張ってる子供は他にもたくさんいたと思うんです。確かに。あ、もしかして僕とは握手したからとかじゃないですか。僕、漢字の仲間たち以外はトリファーさんとしか触れたことがないので、もしかしたらそれかも。おお、確かにアニメとかでそういうのよくあるよな。さっきから何を一人で話してるの。ミチ、早速試してみようぜ。あ、そうですね、はい、じゃあ失礼しますよーっと。そういうことなら、ニッチーがみんなにどんどん触れていけば事件解決すんじゃね。お、もう確かにそうかもしれないですね。それじゃあ早速。あれ、もうダメみたいですね。あいつははぐれもんだからな。いや違うか、なるほど、効果がある相手とそうじゃない相手がいるのか。あ、もしかしてトリコちゃん、ちょっと来て。え、ここに思いつく漢字何でもいいから丁寧に一つ書いてみてよ。じゃあ漢字の字。おー、これでいいの。すごい綺麗ですね。え、これってもしかして。そう、ほら来た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 。え、何これ、かわいい。君の感じ、魂が宿ってる。いやー、すごいよトリコちゃん、いきなり漢字パワーが使えるなんて、今まで一生懸命勉強してきた証拠だよ。そして今のではっきり分かった、漢字を失わずに済む方法はニッチーのような魂の宿った漢字に触れること、漢字を一生懸命に勉強することだったんだ。なるほど。ああ、だからトリコちゃんは僕のことを思い出せたんですね。ああ、さすがトリコちゃんだ。よし、頼もしい仲間が増えたところで、これからもみんなで協力して漢字パワー集めますか。おー、それでは物語に出てきた漢字を実際に書いてみましょう。
準備はいいですか？それでは行きますよ。よーい、スタート。
しっかり集中できてますか？よく集中できてますね。その
けてますか？薄くなりすぎてないですか？お疲れ様でした。さあ、それではお家の人に店に行ってみてね。次も一緒に頑張りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。またね。バイバイ。ちゃんと勉強しろよ。頑張ってください。